はい、皆様こんにちは。お疲れ様です。タラニのバイクニュースです。今回はホンダのネオスポーツカフェ CB250R が新型になって登場。ビッグピストンフォーク、スリッパークラッチ、ギアポジ追加にエンジンを最新の排ガス規制に適合させながら、なんと価格は据え置きという驚きの仕様で発表されましたので、今回はこちらをご紹介したいと思います。下克上は許さない、足回りを中心にグレードアップ。ホンダは CB250R をモデルチェンジし、2022年モデルとして7月21日に発売すると発表。すでに海外で発売されている CB300R と同様のモデルチェンジ内容で、倒立フロントフォークは高性能な SFFBP を採用、スリッパークラッチなども追加されています。ホンダはネオスポーツカフェをコンセプトとしたスポーティーなネイキッドモデル CB250R のモデルチェンジを発表。 CB1000R、 CB650R、 CB125R を幅広くラインナップされる兄弟車のうち、車検いらずで高速道路も走れるという普段使いにジャストサイズのスタンダードモデルが CB250R。 これまで末端の CB125R にはクラスを超えた装備として SFFBT や IMU 付き ABS などを備え、兄貴分の CB250R よりも進んだ装備などによって下克上の状態が続いていましたが、今回のモデルチェンジで海外で発売されている CB300R と同じ装備を手に入れて、序列を再び正常化いたしました。フルカルスポーツの CBR250R が発祥のエンジンは、レブル250や CRF250L、ラリーなどとベースを共有する水冷 DOHC 単気筒で、新型 CB250R は平成32年排ガス規制に適合するとともに、アシストスリッパークラッチを新採用。もともとはレースでのアイテムですが、今ではシフトダウンに伴うエンジンブレーキによる後輪ホッピングの軽減や、クラッチレバーが軽くなるなどの利点があって採用車両が拡大中ですね。水冷4ストローク単気筒 DOHC 4バルブ 249cc エンジンは9500回転で27馬力を発生。昨年までのエンジンスペックがこのような感じになっているので誤差にも近いですが、最大トルクの回転域が下がっていて扱いやすさが増しているのが排ガス規制に合わせてのセッティングなんですかね。以前の CB250R は乗ってみたことがありますが、回さなくても乗りやすい設定でゼロ発進がしやすく、6速3000回転くらいだと約50キロぐらいになりますが、シングルらしくタタタタッと加速するような粘り強さも備えています。スポーツ走行するなら7000回転以上回して乗ると、キビキビとした加速感を楽しめますが、同時に振動も増えてきて、高速道路の走行も不足はないんですけども、だいたい快適な速度域は60キロから110キロくらいになります。燃料タンク容量は10リットルと少し小さめになりますが、 WMTC モード値で1リットルあたり 33.7 キロなので、満タンで300キロ以上の走行は余裕で走らそうです。サスペンションは弟分の CB125R が先に採用していた昭和製 SFFBP セパレートファンクションフロントフォークビッグピストンを新採用し、ラジアルマウントキャリパーを組み合わせ、新世代 CB シリーズの軽量アルミホイール、ラジアルタイヤと合わせることで上質でクリアな路面フィードバックを提供。バイク用に設計された6軸 IMU 連動する ABS を採用しています。シートのマテリアルも新しくなったほか、フルデジタル表示のコンパクトなマルチファンクション液晶メーターには、エンジン回転数ごとの点滅周期が可変するシフトアップインジゲーターやギアポジションインジゲーター、タコメーターのピークホールド機能など、ライダーが積極的にライディングを楽しめる機能を搭載。今ではギアポジション表示はほぼ当たり前の装備になっていますが、私がバイク業界にまだいた頃は特定の車両にしかついておらず、ギアポジなんて必要なの?と思っていた時期はありました。ただあると瞬時にギアが把握できて、やはり便利なアイテムなんですけども、特にハンター株に乗ってからギア表示のありがたさに気がつきました。ぜひモデルチェンジでつけるべきだと思っています。カラーリングは精悍なマットガンパウダーブラックメタリックを新たに採用。シックなマットパールアジャイルブルーと鮮やかなキャンディークロモスフィアレッドと合わせて全3色の設定となりました。黒は倒立フロントフォークのアウターチューブや前後ホイール、ラジエーターシュラウド、ヘッドライトリムなど車体各部をブラックやグレーのカラーリングでまとめ、精悍な印象を際立たせ、
青と赤はフロントフェンダーを非対色と同色としたほか、フロントフォークをブロンズに、前後ホイールはブラウンとしています。2022年モデルの CB250R のスペックはこのようになっています。新型 CB250R の発売日は7月21日、車両本体価格は564,300円で昨年モデルと据え置き。冒頭でも話した通り、平成32年排出ガス規制に適応、昭和製 SFFBP 倒立フロントフォークを採用、快適性に付与するアシスタントスリッパークラッチ、利便性を高めるギアポジションインジゲーターを採用。これだけの追加項目でお値段据え置きというのは、ホンダさんどうしちゃったのっていった感じです。 125cc などでも排ガス規制に対応させるなどして2万円くらい価格アップしていたのに。これから購入するユーザーにとっては嬉しいニュースですが、2021年モデルまでの CB250R を在庫しているショップさんはどうするんでしょうか。販売価格が据え置きなら2022年モデル一択しかないですからね。もっとクラシカルな外観なら GB350 もありますが、あちらは中古を含めてプレミア価格となっていますので、まずは最初の1台というのであれば CB250R は50万円台で購入できるとても良い車両だと思います。今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。動画を作る参考にさせていただきますので、コメントやいいね、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それでは。